皆さんいかがお過ごしでしょうか。今日も始まりましたようチャンネル。今日はですね、前回に引き続き元住吉にありますハイドアウトマティーニさんというバーにお邪魔しています。よろしくお願いします。もともと共通のね、知人がおりまして、そうですね、それで紹介していただいて、もしよかったらコラボをということで呼んでいただきました。ありがとうございます。こちらこそ、わざわざありがとうございます。それでですね、今日はですね、ちょっと趣向を変えましてですね、せっかくこんな素敵なバーにお邪魔したので、バーの遊び方教室ということで始めさせていただきたいと思います。実は私、こう見えても下戸です。飲めない人間でもどうやったら楽しめるかっていうのをちょっと今日、東水さんにね、教わりたいなと思っております。よろしくお願いします、先生。こちらこそ。あんな大層なもんじゃないですけどじゃあまずのバーに遊びに来て、どうしたら素敵なお客になれる？アルコールの強弱は基本的にあのメニューとか置いてないんですけども、置いてない理由がお客さんの味の好みにこう合わせて作っていく、甘いとか辛口とか、炭酸があるとかないとか、あとアルコールがこう強めなのか弱めなのかとか、そういうところで、合わせていったりする。ので、結構いろんなシロップなんかも、ノンアルコールのシロップなんかも、シロップね、美味しいやつありますよね、あったりするので、割とそういうのをこう使ったりとかしたりすると、そこそこにいろいろできたりするので、だからこう完全に下戸の人でも、一滴も飲めないっていうね、人であっても、利用することは全然あ、そうなの？いい？あり？ありですね。私いつもちょっとこう肩身が狭いなと思ってるんですけど。全然そんなことないね。でも今モクテルって言って、何それ？モックってこう似せるっていう、こう英語なんですけども、でそのモックとあとカクテルをかけた造語で、モクテルっていうのがあって、日本だけじゃなくて割と世界的にノンアルコールブームというか、アルコール離れってやっぱりあるので、タバコ離れと一緒ですね。一緒ですね。そう、嫌な世の中ですね。どうなんですか、いいんだか悪いんだか、そう、ね、分かんないけど。でもさ、アルコール離れ、私は飲まないので、ベロンベロンに酔った人を見るのがとても嫌なんですけど、やはりこういった素敵なバーでベロンベロンに酔うっていうのはどうかなとは思うんです。ある程度こう自分のこう限界というか、知っておいた方がいいかなというのはあると思います。よくそれはなんかね、若いうちに経験しとけって言われたんですけどね私は経験せずにここの年まで来てしまったので今からそういうのをやるのかなと思うとちょっと怖いんですけども。だからバーって逆に初心者の人にむしろ来てほしい。なんかパイプと一緒だわ、でもあれですもんね、バーだったらそれこそ東水さんみたいな人がいて、飲めない、すいません初心者なんですけど、酔わないような感じでこうちょうどいいこう楽しめる感じの経験をしたいんですけど、ご指導願いますみたいな感じで、本当に初心者の人が来ればさ、トラブルなく、中途半端になんか知ったかぶりとかするとややこしくなる。そうかそうかそうか、ありますね。さも知ってますみたいな、ありますね。別に知らないって、タバコ業界にもいますね。言ってもなんか味を楽しむのか知識をひけらかすのが目的なのか、なんかどっちなのかがよく分かんなくなってくる。
正直プロなわけですよプロに向かってうんちく垂れてお前どうすんだみたいなねありますよね。それでね、皆さんね、これそうなんですけど、私あの師匠の柘植京三郎さんっていう方が、あのパイプとかね、あのタバコに関する師匠がいるんですけど、私も最初ね、すっごい生意気だったの、知ったかぶりをしたんだけど、はい、皆さんね、プロであればあるほど、一流であればあるほど、そういうね、中途半端なね、うんちくをね、優しく聞いてくれるの。あれねあれくせ者そう、ふんってね、ふんって言わないの。よく知ってるね、よく知ってるねって言って聞いてくれちゃうの。だからペラッペラこっちがさ、もうさ、喋ってさ、そんなの釈迦に説法に決まってんのよ。今思えばもう本当に黒歴史です、私。これからですね、東水さんにとっておきの、なんだろう、酒が飲めない人でも楽しめるカクテルの頼み方、もしくは、これだったらこのパイプタバコに合うんじゃないかなというのを作っていただきたいと思いますので、すみません、なんかお仕事させちゃって、はい、よろしくお願いします。ただちょっといくつか、チョイスしてみたんですけども、ベルギービールであのドゥシャスでブルゴーニュ、ああシードルね、フランスの、バルトランス、イタリアの、まあ、ちょっと苦味が、今日はちょっとあのカシスソーダを、はい、作っていきたいと思います。ちょっと下戸の植草がこれを味わってみたいと思います。さて、どこまで味わいを感じることができるかというところですかね。はい、それでは早速いただいていきます。いただきます、いただきます。おー、違う違う、やっぱり違う、美味しい。何これ香りがプーンって、あ、これがちゃんとしたカシスの果汁の口の中にね、あ、カシスって果物でしょ、カシスは、果物口の中にそのちゃんとした果物のカシスが食べた時ってこうなんだろうなっていう味がする。いやこれ、いやおい、これやばいかも。美味しい。飲んじゃうよ。酔っ払っちゃう。ね、皆さんね、パイプタバコで言ったら、バージニア強めの、なるべくこう混じりっ気がないやつで飲んだら合うかもしんない。うん。変にラタキアとか入ってなくって、カシス風味のパイプタバコも売ってますので、それと合わせなくても、でもこれってあれだね、美味しいものってタバコなくても美味しいねそれそのものでこれ美味しい。
はい、皆さんやっぱ違いますね。悪いけどこれ比べたら絶対失礼なんだけどあのそこら辺で飲むのとは物が違う、あのなんて言えばいいんだろう、違う飲み物、うん、すごく感じます。それはそう、カシスソーダではないです。皆さん、あ、皆さん、いや、少なくとも私が知っているカシスソーダではないです。すごい美味しいです。ありがとうございます。じゃあ今日はこのまま締めたいと思います。最後までご覧いただきありがとうございました。私はこれ残り堪能したいと思います。それではまた次回の動画でお会いしましょう。